愛い。きっぺが虫取る時と一緒やん。乗らせ乗らせ。では一周15分、高さ60メートルまで上がります。いってらっしゃい。ありがとうございます。できます。15分もかかるの？15分。あ、今日さ、見た園内がさ、ずっと見れるんじゃない？何が見えるの？あ、太平洋。あ、てか夕日の時間とかめっちゃ綺麗なんじゃない？ああ、確かに。太平洋って何？まあ我が家は常にノープランで来るからね。太平洋って何？太平洋って海。だから動物がすごいよ。うん、さっき見たやつがほら見えてきたよ。あ、太平洋も見えてきたよ。あ、本当だ、海も見えるわ。もう4分の1まで来たよ。うん。何の動物が良かった？俺一番最後の可愛かったね。みんなきっぺのとこ寄ってきてさ、レッサーパンダ。レッサーパンダ可愛かった。いきなりとカンガルーね、ちょっと待って、めっちゃ綺麗。こっちの方が青空が綺麗に映ってる。怖くない？カンタ地球は丸いね。地球は丸いね。また海線だ。お、海だ。あ、海。あ、これ動物園だよ。後ろ見て。ほら。どこ。さっき餌あげたところや。どれどこ？あ、一番奥にシールがいっぱい。あ、待って、ぐっちゃんほら。マントヒヒのとこ。どこ？こっちでもない。こっち。あ、あれか。あれそう。あれですよ。モンテオールやん。きっぺ今日だいぶ餌あげるの好きになったんじゃない？うん。動物好きですか？動物好きですか、きっぺくん？動物大好き。動物大好きやね。俺は好きやね。大好きだ。ここ頂上です。あ、これあれ。あ、なんかゴミの人。出た。きっぺの名台詞。ベルがガチョウとアヒルやね。かわいい。本当にお話ししとる。近づいてきた。でもカワウソは触れなさそう。可愛い。何とした？あらら、可愛い。カワウソ？ダメだね、難しいよカワウソは。ね、なんか手もじもじするんやけど。ね、可愛い。あららららら。なんかずっと手をもじもじしてるんやって。日本カワウソは何年実現できるの？あれ、あの子くるくる回っとるよ。今度はうちのきっぺが行きます。なんかちょっと気持ちよさそうじゃない、あの子も。なんかね、毛が硬い。その子は触られるのに慣れてるね。目硬っ。触っても大丈夫？ダメやって。あ、触ってほしそうじゃない？やめてよ。つっつかれるかな。やめてよ。グーちゃんいつも自分で噛んどるぐらいやで。大丈夫や。かわいそうや。やっぱり噛まれるね。ね、これ何？フンボルトペンギンやったっけ？そうそうそう。あ、ほら。全然大丈夫大丈夫。甘えてたよ。全然痛くない。ポポより甘噛みやもん。さっき餌あげたの覚えてる？こういう顔の人おるよね。エミューっぽい顔の人。こういうちょっと癖毛。あ、なんか泣いてる？喉から声出して。ねえなんか泣いてるよね。え、これそう？でも聞こえよ。別のね、見るよね。太鼓みたいな。うん、そんな音がする。あ、女の子がこういう太鼓みたいな鳴き声するの？うん。すごっ。はい、鳥の楽園行きます。手を伸ばさないように、こうやって投げてください。キッペ聞いとった？こうやって投げてね。で。頭だけで300キロってずっと顔を上げてるのがしんどいので、おやつ与えてる時にお写真とか動画撮っていただいて、はい、終わったらご退出をお願いします。はい、了解です。頭300キロあるんですか？食べてない。やば。はい、チケット。あ、早いな。はい、ありがとうございます。はい、動画撮ってますんでいつでもいいよ。はい、持っていただきまして、前に来てください。前に来てください。ちょっと待ってね、まだ待ってね。本日のこのミーティング25分をもちまして、頑張れ。前に来てください。はい、じゃあどうぞ。はい、2個目どうしましょうか。はい、じゃあどうぞ。食べたね。ありがとうございます。バイバイって。ワンハム家族。色みたいなの出しとったやつ。あ、カバー？めっちゃ緑色。はい、入ろうか。そういうやつじゃない？このジャラジャラ。綺麗だね。ドフラミンゴ。フラミンゴね。鳴き方が。正解はもともと生まれた時はひどくって、食べ物を食べると赤色になる成分があるんで。かわいい。うん。あ、そうなの。食べ物でね。かわいい。乗るかもしれん。くーちゃんの身長がもうちょっと高かったら。かわいい。おーい。キッペかわいいよ。お、あれは友達や。降りてきた降りてきた。大きい髪ある？うん、結構近いよ。お、すごい。あ、あらららら、かわいい。お、どこまで行くの？あ、え、すぐ近く。あ、かわいい。かわいい。あ、虫やない？キッペが虫取る時と一緒やん。キッペがめっちゃ生き生きしてる。なんか漫画みたい。うん。あ、そう、あ、分厚いのね。え、マジで？ポケモンじゃなくて？ガチで厚いの？ねえ、ぐーちゃん見てこの葉っぱ。うちのゴムの木絶対これやん。何が寝とる？白目向いてない？おじいちゃんやもんね、きっとね。ゆっくり寝てください。あ、涼しい。ね、かわいいこの鳥、顔。おいとっと。顔がめちゃめちゃかわいい。かわいいな。毛抜けたぞ。てか鼻に毛がずっとくっついてる。模様じゃなくて。うん。吐きすぎや。ずっと書いてる。かわいいこの子も模様が。こんにちは。ねえねえ、クジャクが木の上にいる。あ、こんにちは。あ、ちょっと落ちそうになっとった。え、真っ赤っかやね。ね、近くで見れてめちゃくちゃいいね。お、お。頭かっこいいね。頭かっこいいね。ね。うんこした。嘘。お前。好きあらば触れ合い。なんでこんな手。インコ。いいかな、分からん。噛むことがありますって書いてあるけど、触っちゃダメとは書いてない。え？何事っていうの？あ、痛い。足噛まれた、痛い。笑っとる。足噛んだな。はい、2人のお楽しみ。これカバンとかにつけたら可愛いね。可愛いね。涼しい。あ、本当や。いっぱい。可愛いのがいっぱいやね。何買ったの見せて。あ、パンダの手の人形。いっぺんはかわいいね。いいじゃん。今日夜更かしいいよ。今日は朝3時半起きやけどな、お母さん。楽しかったよ。ありがとう。ワンハム家族毎週金曜日配信中。ああ、俺たちが泊まる。それぞれビレッジ着きました。頑張れ。こっちだって。来たね。こんにちは、お願いします。ありがとうございます。じゃあスピード速く叩いてくださいね。はい。待っててくださいね。はい。じゃあ動きます。遠心力がお尻が滑りそうだわ。でも近いから大丈夫。わあ。あ、狭いとこ入ってくる。わあ。到着しました。ありがとうございます。可愛い422。ありがとうございます。はい。完全にドラゴンボールの家やん。どんなお部屋かな。よいしょ。ホテルで一人だ。すごいですよ。あ、なるほど、いいじゃんいいじゃん。快適やな。快適やな。最高。まずはみんなお疲れ様寝るよね。じゃあかんだここね。やったー。あ、いいとこやった結局。オッケー。お疲れ様でした。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。次回のワンハム家族は和歌山県2日目、みんなで海釣りへ行ってきました。さて、ヒデタイを釣ることはできたのか、お楽しみにしていてください。このチャンネルでは我が家の日常や子どもたちとの野外体験をアップしています。もし動画を見て面白い、気になると思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、感想などのコメントいただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。最後。